ちらお願いします。はい、それでは続いてこちらになります。お願いいたします。もう一枚お取りいたします。ありがとうございました。それではまずはじめにですね、鈴木大臣からご挨拶をお願いします。先週から、今週にかけましてジャパンウィークスでは日本の取り組みについてさまざまな角度からお伝えしてきました。皆様のおかげで多くの活発な議論が行われたことを大変嬉しく思います。さて、一連のイベントを通じ日本政府からはさまざまな社会課題を成長のエンジンに転換するという動きが日本に生まれていること、そして岸田政権として日本を持続的で新たな成長軌道に乗せていくという強い決意があり、実績を積み重ねるとともに改革を一層推進させていくことをお伝えいたしました。岸田政権はこの日本経済再生を金融面から支えるため、豊富な金融資産を持つ家計の投資行動のシフト、資産運用業、アセットオーナーシップの改革、コーポレートガバナンスの強化に果断に取り組むこととしており、年末までに具体的な政策プランを策定します。こうした取り組みを真に実効的なものとするため、ここにお集まりをいただいた世界を代表する投資家の皆様のご意見に総理も私も真摯に耳を傾けていきたいと考えています。日本での投資の展望について、また日本での資産運用に関する課題や日本政府への期待について、忌憚のないご意見を頂戴できれば幸いです。はい、ありがとうございました。続きまして、ブラックロックのラリー・フィンク氏からご挨拶をお願いいたします。 Thank you, Deputy Chief Cabinet Secretary Nye and Minister Suzuki. I want to also thank His Excellency Prime Minister Kishida for him inviting us here and having an extraordinary dayAt the welcome reception yesterday, I spoke about my first trip to Japan around 35 years ago, right after founding BlackRock, and it was a great visit. We secured an asset management mandate from a client here in Japan, and it was the very first mandate that BlackRock ever landed. It was our first piece of business that we had in the asset management business, and it was here in Japan that launched BlackRock to be a global company.After all, it was the 1980s. Japan's economic miracle was in full force, and any company that wanted to succeed globally in the 80s had to succeed in Japan. I mention this story because we just had a day of extraordinary conversations and a great conversations in detail. And it was clear to me that history is repeating itself.Japan is undergoing a series of extraordinary economic transformations, and from there, echoes of that 80s miracle. I expect this miracle to last much longer. I gave Prime Minister much credit for helping to lead this sea change. That is why you see the world's leading investors in this room today. They're interested in participating in this great effort to revitalize the Japanese economy.And all of us at BlackRock are again trying to help out. Because in the end, we know that participating in this transformation won't just benefit our companies or this one country. It will help millions of everyday people to place their trust and to their desire to achieve their strong financial goals. So in that spirit,That I'm very much looking forward to the discussion with the Prime Minister and to finding ways for everybody to be a part of this next promising chapter in Japan's long history. Thank you. 岸田総理からご挨拶をいただきたいと思います。はい。本日はこのラウンドテーブルに、ご参加いただき、そしてご協力いただきましたこと、心から感謝を申し上げます。今日出席いただきました皆様方が、
この保有運用する資産合計しますと延べで3300兆円を超えるということでありますが、こうして世界を代表するアセットオーナーや運用会社の皆様からジャパンウィークスの締めくくりとして日本での資産運用について貴重なご意見を伺いました。心から感謝申し上げます。岸田政権は官民の連携によって社会課題を成長のエンジンに転換する新しい資本主義を進めており、その重要な政策課題の一つが貯蓄から投資へのシフトです。NISA制度の抜本的拡充により2100兆円を超える家計金融資産の半分以上を占める預金、現金が投資に向かい、企業価値向上の恩恵が家計に還元され、さらなる投資や消費につながるという好循環を実現してまいりたいと考えています。その実現のための鍵を握るのは、家計の資産を預かる資産運用業の改革です。国内外の優れた事業者や人材が日本に集まり、互いに競い合うことで、より良い商品やサービスが家計をはじめとする投資家に提供される環境を目指し、国内外からの資産運用業への新規参入を促進してまいります。このためまずは日本独自のビジネス慣行や参入障壁を是正し、バックオフィス業務のアウトソーシングを可能とする規制緩和を実施するとともに、意欲ある自治体と連携をし資産運用特区を創設し、ビジネス環境と生活環境、これを重点的に整備してまいりたいと考えています。こうした資産運用業の改革を皆さんをはじめとする世界の投資家のニーズに沿った形でさらに進めていくために、資産運用フォーラムを開催することとし、そのための準備委員会を年内に立ち上げます。こうした場を通じて世界をリードする投資家の皆さんのご意見を届けていただき、そのご意見を反映して日本を魅力ある市場にしていきたいと考えています。この2週間のジャパンウィークスを通じて国内外の皆様に国際金融センターを目指す日本の変革への決意を感じ取っていただけたと確信をしています。すでに証券口座は大幅に増加をし、国内では業界再編、新規参入の動きも出てきています。今後も改革を躊躇なく実行し、新しい日本を切り開いてまいります。皆様方におかれましても、日本の未来に向けた新たな投資をぜひともよろしくお願いを申し上げます。重ねて皆様方のご協力に感謝を申し上げます。ありがとうございました。